今日告示された自民党総裁選9人が出馬する乱戦の鍵を握るのは道内をはじめ全国の自民党員などによる党員票です告示日を迎え各候補者が所信表明を行った自民党総裁選左上から届出順にご覧の顔ぶれが立候補しました総裁選史上最も多い 9人もの国会議員が名を連ねる異例の乱戦模様となっています。そんな中、各候補者が道内など全国を回って躍起になっているのが、自民党員の支持拡大です。総裁選が国会議員1人1票の国会議員票と、全国の党員・党友の投票によって配分される党員票で争われます。 国会議員票と党員票票票。と党は同じ数の票投票で過半数を得た候補者が新総裁に選ばれますが過半数に満たない場合は国会議員票と各都道府県連の票をもとに上位2人の決選投票が行われます9人が乱立する今回の総裁選決選投票に進むために鍵を握るのが 党員票なのです党員歴およそ20年札幌で建設会社を経営する熊谷和夫さんが次期総裁には党への不信感を払拭する新しい顔に加え確固たる国家観が必要だと考えています外交面の強化というのはもう外せないと思うんですよねただそういったものをきちっと考えていただいて活動行動できる人 気になる候補者は、な今の現状では私二人三人ぐらいはこの人だったらっていうのはありますね。ただ最終的な今の政策をそれぞれ聞かさせていただいて最終的に決めたいなというふうに思います。ただ決選投票になれば議員票が大きく比重を増す総裁選。 しかし北海道文教大学の宮本徹教授は早期の解散総選挙が予想される中いわば民意とも言える党員の意向に反して議員票で覆すことは難しいと指摘します一位と二位の間にどのくらいの差になるかにもよりますけれどもその差がそこそこあるのであればやっぱり国会議員票でそこをひっくり返すっていうとね 躊躇すするる部分があるんじゃなないいかなとは思いますねその意味ではあの、1対1にしてると言いながら、今回に関しては党員票の重みっていうのは相当あると思います対する立憲民主党は、政権交代を目指す党として、国民の支持を得られる安定感をアピールできるか、4人の候補者による代表選がすでに始まっています。 こちらは HBC がこれまでに取材した道内選出の国会議員が支持する総裁選候補です小林氏が最多の4人、ついで茂木氏が2人、高市氏、林氏、小泉氏、河野氏、石橋氏がそれぞれ1人ずつとなっています